皆さんこんにちは、ランタブです、今回はね、0円でキャンピングカーがレンタルできるっていうねサービスを始められたお店がありまして、そちらの方がね、0円で貸してくれるそうなので、今回ね、急遽こちらの方にやってきました。で、ここはね、近鉄の豊津上野っていう駅で、三重県にある駅なんですけども、ここまでね、迎えに来てくれるそうなので、ちょっとね、少し待ちたいと思います。あ、来ましたね、あの車みたいです。おはようございます。おはようございます。ダイレクトカーズの桃田です。大変ご無沙汰しております。お世話になります。実はですね、今回ダイレクトカーズさんの方が視聴者限定の6時間レンタル0円キャンピングカーというのを始めたんで、この紹介動画となってます。でね、本当にね、面白い企画だったんで、動画ちょっと撮らせてもらうことになりました。で、ここからダイレクトカーズさんの方に移動して、でそこで、ね、キャンピングカーを借りるという格好なんで、今からね、ちょっと一緒に移動してお店の方にね、行きたいと思います。じゃあ、ももさん、本日はよろしくお願いします。お願いします。で、ももさん、今回、はい、0円で貸していただけるというキャンピングカーちょっとね、教えてほしいんですけども、はい、その車両はどれですかね。ダン、ハイエース。ハイエース、こちらのトラックもです。こっちもです。はい、じゃあ10人乗りぐらいのハイエース、もしくはこっちが今回6時間無料で買えるんです。させていただきます。僕もね、キャンピングカーのレンタル見たことあるんですけど、はい、なんか0円では貸せないようなものですよね、普通で。絶対無理です。で、ちょっといいです、モンさん、はい、ここになんか、はい、9800円とかも書いてあるけども、はい、これは何の金額です。これは12時間とか1泊2日24時間なんと9800円。いや、本当にめちゃくちゃ安いです。これでも安いです。これで10人乗りぐらいでしょ。はい。で、こっちのカムロードのキャンピングカーもですね。はい。6時間は無料で貸してもらえるんですか。はい、さようでございます。じゃあちょっと、せっかくなんで、はい、両方ともその、なんか軽く見させてもらっていいですか。はい、はい、どうぞ。すごい、はい、キャンピングカーですね、本当に内装バッチリの。シンクもついてます。冷蔵庫もついてます。あ、冷蔵庫付き。はい、で、中でも寝れます。これ2段ベッド、すごい。これだから今何人寝れるような車なんですかね。同じような格好だったら1、2、3、4ですかね。4は寝れそうですね、最低でも。4人は絶対寝れますね。この横で僕でしょ。で、これ2人寝れますもんね。大人が4人は寝れる。寝れますね。すごい。でもう1台の方も見せてもらっていいですか。はい、行きましょう。エントランスは後ろからですね、どうぞ。よいしょ、お邪魔します。はい、おー、じゃーん、本格的キャンピングカーです。本物のキャンピングカーですね。本物です、はい。あ、なんか本当に居住性のいいキャンピングカーですね。はい、さようでございます。で、入ったこっち側にはコンロがありますね。これレンタルした時に、はい、コンロ使っても大丈夫なんです。あ、もう使って、シンク全然使っていただいて結構です。はい、すごい。あ、冷蔵庫もついてるんです。冷蔵庫ついてます。開けていいですか。どうぞ。おー、でかい、大きい冷蔵庫がついてる、はい。で、ちょっと秘密の小部屋も。はい、秘密の小部屋。あ、シャワールームになってるんですね。はい。これも使用しても大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。あ、すごい。で、ベッドも広い。この上がベッドで、あとここも実はベッドになるんですね。すごい。ゆっくりできますね、これだったら。はい。ももさん、この部分は、はい、トラックみたいな車ですけども。はい。普通免許で OK です。あ、了解です。はい、大丈夫です。はーい。2台ちょっと紹介してもらいましたけども、はい、ちょっとじゃあ一遍出ます。はい。で、ももさん、はい、今回、こっちとこっち2台ありますけども、はい、僕はどっちに乗させてもらえるんです。どっちがいいですか。せっかくなんで、はい、大きい方いいですか。わかりました。キャブコンですね。なかなか乗る機会ないですからね。そうですね、はい、もうキャブコンに行きましょう。じゃあ、あ、ありがとうございます。じゃあもう早速行きましょう、ママさん、はい、もう行きましょう、行きましょう。一応受付だけちょっとしていただきたいなと思いますんで。あ、はい、わかりました。中ですいません、受付だけお願いいたします。はい、わかりました。はい、いらっしゃいませ。じゃあ、この貸し出し内容のお客様情報と車両情報と間違いないかご確認していただきまして、こちらにご署名よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。早速ね、はい、これで車をお借りしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ということでね、受付終わらせたら10時半でした。で、お店がね、10時半からオープンなんで、10時半からね、スタートになります。だから今から6時間なんで、4時半までね、利用させていただこうと思うんですけれども、6時間で回るのもね、その僕ちょっと三重県の方にはあまし明るい方じゃないんです。で、ちょっとよかったらももさんに
おすすめルートなんかを紹介してほしいんですけども。行きましょう。大丈夫です。任せてください。はい、じゃあのご案内させていただきます。ぜひじゃあよろしくお願いします。お願いします。山本さんの出発お願いします。はい、お願いします。お願いします。桃さんルートで言ったら一番最初にどこ行くんです？まずあのうちの会社の近くにも道の駅があるので、はい、あの道の駅津川毛っていうところに行きたいと思います。何かもしいいのあったら、あの地物地のものをちょっとゲットしたいなと。あ、いいですね。はい。ぜひ行きましょう。はい。おお、あ、ここですか。津川毛。津川毛ですね。はい、到着です。で、ももさん、はい、ちょっと聞きたいんですけども、はい、このキャンピングカー、はい、今あの6時間無料でやってるでしょう、はいはい、実際に6時間借りたらいくらぐらいいるんです？この車の場合だったら5000円か6000円ぐらい。5000円か、5、6000円、はい、じゃあの借りるだけで5、6000円得するってわけですよね。もうそうですね、はい、じゃ あ, あのせっかくなんでその浮いた5、6000円で、はい、食材を買って、はい、道の駅とか、はい、寄ったところでからお金使っていきましょう。わかりました。で、できればあのももさんのお金で。はい。了解しました。よろしくお願いします。大変お世話になった。了解しました。じゃあ行きましょう。撮影 OK です。地元の野菜ですね。新鮮な野菜がね並んでます。ももさんのここの津の有名な食べ物って何があるんです？津といえば津餃子っていうのが実はあるんですよ。ダンさん見て。3つだよ。こんなでかいけど食べたことある？こんなんよ。あ、大きいですね。めちゃめちゃこれうまいっす。じゃあこれ1個、はい、買いましょう。いただきましょう。はい。運転はね、上手なももさんに任せます。いえいえ。ありがとうございます。僕も運転できるけども、やっぱし大事な車をね傷つけちゃいけんので。ありがとうございます。ここですか？ここなんですか？めちゃめちゃいいとこですよ。はい、到着ですね。11時約50分ぐらいですね。50分ぐらいね、ちょっとかかって移動してきました。で、向こうに見えるね、魚屋さんらしいんですけども。丸政。じゃあちょっと行ってみましょう。はい、いいものいっぱいあります。ということで、ね、ももさんの紹介で、魚屋さんにやってきました。卸売のお店ですね。ももさん、ここはどういったお店なんですか？もう最高です。ちょっと見てから。あ、はい。はい。おー、すごい。僕、市場に来るの、生まれて初めてなんで。うわー、でかい。でかいタイが。海外のお魚。金目鯛？大きい。刺身も売ってますよ。あ、シャコもある。すごい。今回、焼くしかできんから、網で焼くしかできんから。あのね、大あさりがあったんで、大あさりをね、いただくことにします。1個300円。ありがとうございます。さばくところ見させてもらっていいですか？すいません。お店で買ったらね、下処理してくれるみたいです。すごい。バーベキューで食べたいって言ったら、今もう本当にね、焼いたらすぐ食べれる状況まで焼いてくれました。砂までね、洗ってくれてます。すごい、中までめちゃめちゃ綺麗にしてくれてる。ここまでね、してもらいました。ありがたい。すいません、ありがとうございます。すごい。赤い方がこれは木流し場の方の後味の方だと思います。あー、なるほど。僕ね、アジが好きなんですよ。じゃあアジに行こうか。うん、じゃあこれ食べやすいと思います。はい、じゃあこれください。はい、お、取れます、取れます。伊勢海老です。大サービス。800円。いいんですか？めちゃくちゃ安いです。800円。いいんですか？いいんです。ありがとうございます。毎週木曜日がね、特売日らしいです。全国発送を受けたまいます。なんでこの三重県のあのお魚がね、全国に発送できるそうです。で、大あさりとアジの干物と伊勢海老いただくことにしました。おお、なるほど。すごい綺麗に収まった、ももさん、ね、2000円でだってここまで言ったらめちゃくちゃいいですね。うん、ありがとうございます。で、ももさん、餃子とね、はい、お魚っていうその三重県の食材が揃ったんですけども、はい、でもこれじゃあちょっとどっかで食べたいと思うんですけども、はい、どっかいい場所あるんです？
この近くに最高の無料の場所がありますのでご案内をいたします。近いんですね。近いです。でこれ薬道具って言ったらちょっとまあなんか多分これはね網とかいると思うんでちょっと近くの売ってる店があったら、はい、あります。そこでちょっと行きましょう。うん、それでも揃えてまたじゃあもうそこに移動しましょうかね。はい、はい、ちょっともう早速行きましょう。はい、あ、ラッキーですね、空いてる。ちょっと買い出ししましょう。おーい。はい、ということでね、いろいろ買ってきたんで準備が整ったんでね、じゃあいよいよそのももさんの言うキャンプ地の方へ、はい、行きましょう。はい、ね、行くのは無料のキャンプ場だけども水とかを使うのにはね鍵を借りなきゃいけないそうなんで今からその鍵をね、ちょっと受け取りに行きたいと思います。来ました。あー、ここでね、鍵借りれるそうです。でもちょっと多分ね、中撮影禁止だと思うんでももさん出てくるの待ちます。もらいました。もらいました。あ、ここで必ずこれをもらってからじゃないといけないんですね。はい、あと水道の鍵ですね。あ、はい、OK です。よし、こんなのがいいかな。あんまし全員大使があるところなんだけど、どうしましょうか。ね、皆さん秘宝です。今ね、ちょっと無料のキャンプ場に来たんですけども、実はこちらの向こうの方でね、上半身裸の男性がキャンプ場でビーチボールをね楽しんでるという状況に出くわしまして、撮影がね困難な状況なので、今急遽ね場所をちょっと変えようと思ってます。静かにね楽しめる場所に行こうと思ってます。まだねそこまで時間経ってないんで、全然そのここから移動しても間に合うような状況です。OK です。急遽ね今ちょっと場所を変えるためにね連絡して OK いただいたんで、ちょっと次のところに移動したいと思います。ね、ももさんがさっきの借りたやつを返しに来ました。短かったですね。借りた時間約10分っていう、板を借りてそのまま返していくっていうね、その寂しい男の背中をこうやって映しましょう。さあ行きましょう。気を取り戻して行きましょう。よし、じゃあちょっと受付してきます。お願いします。ね、キャンプ場には着いたんですけども、実はね車をねここに止めてこっちでそのデイキャンプしてもいいっていうお話で、車がある必要性がなくなっちゃうという緊急事態になりましたので、もう一遍ねちょっと場所を変えようと思ってます。本当にねリアルな映像をお見せしている状況です。まだもうちょいねギリギリ時間あるんで頑張りたいと思います。ね、車とね一緒にデイキャンプができる場所が見つかったんで、今、ね、ちょっとこちらの方にごめんなさいというふうにね謝ってます。じゃあ次目指しましょうか。はい、はい、いろいろありますな、さんありすぎですね。人生いろいろですね、やっぱりね。ボモさん、俺この車の紹介じゃなかったんです珍道中落としてどうするんですか海でしょ、いいでしょ、最高にいいでしょ。お、ここですね。はい、この奥ですね。コインランドリーの奥なんですか。ストも来とる。おお、すごい。ちなみにランサのやつは僕家に置いてますから。あ、でもでも、はい、ということでね、やっとこさ到着しました。こちらはねRV パーク2さんっていう場所ですね。で今回ねそちらの一角をお借りして、ここでキャンピングカー使って少しねゆっくりさせていただきたいと思います。ちなみにね今の時刻はね2時半ですね。10時半に車を借りていろいろうろうろした挙句4時間かかってここにねたどり着いたという格好です。でもねあと2時間無料で借りれるんで、ここでねちょっとさっき買った食材でからバーベキューをね楽しませていただきたいと思います。早速準備しましょう。はい、ということでね準備ができました。オーニングを出してね
机とテーブル並べました。で、こちらにね、買ってきた食材をこう並べてます。ね、餃子に伊勢海老に干物に大あさりとか、ね、焼き鳥も買ってきました。でね、あとはもう火をつけて焼けば食べれるんで、早速ね、バーベキューを始めたいと思います。もう知らなかったです。知らん、初めて。次、何から焼きますか、まだ。そうですね、これね、火が少し落ち着くまで待った方がいいんですよ。乾杯しましょう。このうまそう。やばい。そう、大あさり。ちょっと時間がね、かかりそうなんで、これも焼きましょう。うわ、うまそう。こちこち。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね。これはうまそう。マジ、いただきます。ガチの醤油もよかったら、どうですか。めちゃめちゃ美味しい。うまい。うん、いいっすね。お、行きましょう。大好きなシールが貼ってあるんですね。はい、半額じゃないんですけど。最高ですね。大あさりがね、できたっぽいんで、じゃあこれ、ももさんにね、第1号。さっき僕はね、イカじゃなくて、アリイカしてもらったんで。すいません、いただきます。ありがとうございます。いただきます。うんま。え、なんだろう。アサリのお味噌汁の塊みたいな感じ、うんうんうん、最高。火力は少し弱まった、はい、今ね、時短のためにね、フライパンをひっくり返して置いてます。これでね、蒸し焼きにする作戦ですね。この分ね、もう今触れんぐらい熱いんで、置いた方がいいけどね、どうやって取ろうかとね、考えてる最中です。もうそろそろ良そうなんでね、ちょっと開けてみましょう。焼き鳥もね、いい感じに焼けてたんでね、食べましょう。すごいのできた。炭火焼きは違いますね、うん、お、一匹800円の伊勢海老。ああ。お、あ、行きました行きました、やった。やばいっすよ。いいですね、これやばいっすよ。で、これちょっとしばらく置きましょう。はい、今3時半ぐらいですね。あと30分しかないんで、はい、この津餃子の方をね、ここで焼く準備だけしときましょう。こんな感じで包んで、ここを閉じて蒸し焼きにしましょう。はい、そろそろこっちも焼き取るみたいなんで、ワン、コ、うわー、これはやば。おお、すごい、めちゃくちゃ上手にできましたね。いってますね。うわー、これ見て見て、やばいですね。あのね、フライパン乗っけて蒸し焼き、本当に大成功ですねこれ、うん、よし、これちょっとじゃあももさん取りましょう、取りましょう。まずは皿ある。伊勢海老いただきます。どうですか、皆さん。最高ですね、めちゃくちゃ美味しいです。次餃子焼きましょう。伊勢海老食べながらね、焼けるの待ちましょう。ちなみにね、あと本当に20分しか入れないです。はい、3時50分になりました。あれからね、10分ぐらい焼きました。もうね、時間がないんで、ちょっともう開けて確認してみたいと思います。はい、行きましょう。 お、いいね。ひっくり返してみましょう。オッケーですね。よし、オッケーオッケーオッケーですね。オッケーです、行きましょう。いただきましょう。じゃあ津餃子いただきましょう。名物、うん、美味しいです。食べ応えバッチリ。ももさんでも半分こしましょう。いいよいいよいいよ、食べていいよいいよ、食べて。ももさんからね、餃子をいただきました。本当にね、ももさんいい人ですね。食べ物もらってたらね、いい人にするっていう。食べ物くれる人、いい人。もうね、本当にね、4時なんでね、早く片付けて、早らんと時間オーバーしちゃうんで、急いで片付けて撤収します。で、彼はね、僕がランさん、お、運転して帰ります。安全運転で。はいはい、私助手です。ももさん、じゃあちょっとゆっくり休んでください。はい、はい、寝ちゃうかもしれません、ごめんなさい。じゃあ帰りましょう。はい、お疲れさんです。満タンで帰って、満タン返しですね。そうです。ももさん、急いで急いで。はいよ、遅刻する遅刻する。よし、行きましょう。はい、お願いします。これですか。はい、OK です。お疲れさんでした。お疲れ様でした。じゃあすいません、ちょっとギリギリでしたけども、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。
あのちなみに28分29分でした。すいません、ギリギリまで借りてありがとうございました。モモさん、本日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。こういうところありがとうございました。あのゼロ円キャンピングカー、はい、本当にちょっとトラブルたくさんでしたけども、はい、めちゃくちゃ楽しかったです、はい、ありがとうございます。こちらこそで、今回はこれ、はい、あのゼロ円レンタルキャンペーンという格好で始められたことなんですけども、はいはい、これはあのいつからいつまでみたいなのがあるんですかね。7月から7月の、1日は当社が、定休日になるんで、2日から1ヶ月間だけ限定でこの2台6時間、無料で、レンタルさせていただきます。太っ腹です。で、6時間無料ですけども、はい、6時間以上やっぱり24時間とか利用したいっていう方の場合には、はい、今こちらに書かれている値段が9800円からと、はい、税別9800円とこちらは税別24時間12500円ですからという格好ですね、はい、でもすごく安いですね。めちゃめちゃ安いと思います。レンタルキャンピングカー三重県オープン、1日9800円からですね、はい、はい、で、今回ね2台紹介させてもらってから、ハイエースとカムロードで、はい、僕たちが使ったのはカムロードの方ですね、はい、あのすごくいい車でした。ありがとうございます。で、今回、はい、あのちょっとギリギリで帰ってきてしまいましたけども、はい、これもし道が混んでたりして遅れるっていう場合にはこれどうすればよかったんですかね。まず1本お電話いただきたいのと、どうしても延長料っていうのがかかってしまうんですね。それはもう仕方がないですね。そうですね、はい、それとあとキャンペーンなんですけど、ご家族でお一人だけ、お一家族で1回だけという形になっております。一家族1回だけという形ですね。そうです、はい、わかりました、はい、だからまあ、あの気に入ってもらってまた使いたいなと思ったら、はい、またその時は別途予約していただければ、はい、ありがとうございます。という格好ですね、はい、でも本当にあの無料っていうのは思い切ったキャンペーンで、そうですね、あのやっぱりこのコロナウイルスで皆さんストレスがね溜まったりとか疲れたと思うんで、やっぱりこのコロナウイルスからやっぱり皆さん元気をもらってもらいたいなという形でですね、ぜひあのこの1ヶ月間だけでございますけれども、ぜひうまく活用していただいて、キャンピングカーの楽しさ、車中泊の楽しさをぜひ、たくさんの方に味わっていただきたいなと思います。はい、わかりました。じゃあ、7月1日から1ヶ月間定休日、火曜日と、うん、第1と第3水曜日が定休日です。あ、実際にはね25組ぐらいの方が利用できるような格好になると思うんですけど、はい、25組より少ないかな、最大50組の方が、はい、無料でキャンピングカー体験できますんで、はい、皆様ぜひね、あの本当にこの機会にご利用いただいて、あとあの本当にねすごく安いんで、はい、あのもうぜひあの利用されてみて、キャンペーン終わってもですね、うん、ご利用いただければな。あとガソリン代はすいません、レンタカーですね、当然使っていただいた方のご負担になります。はい、わかりました。はい、こんな感じですかね。まずは皆さんそのキャンピングカーちょっと興味を持たれた方、でもレンタルするのも高いなと思われている方はね、ぜひあの無料のキャンピングカーちょっと利用されてみてください。あの本当にね楽しい旅ができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。私もダイレクトカーズの YouTube になんとランさんを見習ってですね、力入れております。ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。私はあの喋ったりとか編集するのは苦手なんですけども、私どもの社員さんが頑張って毎週上げておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。